はい、どうも、ピクスヨスです。今回はですね、まあ、前回に続いてね、ミニカー開けてみたじゃないわ。またまた、トミガの福袋開けてみたの動画で登場した、日本車3台を、紹介していきたいと思います。まだね、何台かね、残ってるんですけど、そちらはね、別の、企画というか、別の車種っつ、なんていうかな、福袋シリーズとしては多分出さないと思うんで、まあ、ちゃんと全部ね、インプレス映画を紹介すると思うんでね。この動画で3台、前回で3台、除外のインプで、まあ、6、7台か。で、あと3台かな。この3台をね、別件で紹介するんで、ぜひお楽しみにしてください。はい、ではね、今回のね、本題の方紹介しましょう。マツダが多いですね、今回。まあ、解説しましょう、マツダ。これね、出てたことを知らない車です。トミカに。ですね、これ何でしたっけ、車種。プレマシーだっけ ?MPV か。そう、僕ね、MPV とプレマシーをよく間違える。てかね、違いがいまいちわかんねえ。そんな違いないっしょ。後ろが開くっぽいですね。ちょっと傷が多いですね。まあ持ってないんで、まああんまり文句は言わないです、これは。前回のね、またまたの福袋の前のやつは持ってる上にいらねえっていう、なんかひどい、その上傷が多いみたいな、ちょっとひどすぎる内容だったんで、あれは外れってレベルじゃないです。まあちょっとホイールとかがあれなんで、あれなんであれって言っちゃあれだ。語彙力。ちょっとこれは塗られてるのかっていうぐらい、なんかひどいことになってますけども。まあ、よくわかんないですね。まあいいや。こんなもん。まあこれは、MPV はこんなとこでしょう。続いて、ね。アクセラかな、これは。はい、こちらですね。まあ、傷は見た感じ、まあ、少なくも多くもって感じですかね。まあ MPV に比べたらいいかな。ピントが合ってくんないですね。ベトナム製のアクセラスポーツ2009年ですね。まあ、このアクセラね。まあ、特に思い出っつうのはないな。一応こちらもリアハッチが開きますね。ちょっと傷がこの辺もありますね。まあ、消化しようがないな、これは。こういった日産リーフですね。初代リーフですね。バッテリーの持ちが持たないとかでね。中古車界隈でも、ね、現在かなり大暴落してるっぽいですね。この車はね、中古車ね、実車はそこまでブサイクってわけでもなかったんやけども、トミカにするとすっごいかっこ悪い、なんか、カマキリみたいな目してますもんね、これ。ジュークかっつうの。こちらは特に開くとこはないね。なんかあんまり面白みのないトミカですね。後ろがなんかすごいね、これ。なんかちっちゃいね、あと。一回りか二回りか。スケールがこれは、68分の1ですね。メイドインベトナムって書いてありますね。まあ、ついこの間まで120番でしたっけ、これが。ちょっとよく覚えてないですけども。120だったかな確か。まあ、この普通の通常版のトミカの場合は字幕にね、数字が振ってあるんでね。前の数字が、1番から120番とかそういうやつで、その配分の後の数字は、何番目のトミカですよっていう、数字なんですけどね。まあ、今のカニクレーンの位置ですかね。あれが一番少ない。60いくつかなあれが。の3ですね。あれはまだ、トミカとしては60いくつの3番目みたいな。あれですね。その以前販売されてた、その古川ホイールローダーってやつがね、ロングセラーでね、ずーっと出たんですよ。ずーっと。まあ、その話はいいや。まあ、今回はね、こちら3台をね、紹介させていただきました。まあ、特にね、これといって、説明しようがないですけどもね。まあ、リーフはそこそこ綺麗だったんでね。持ってなかったんで、持ってなかったんで、ちょうどいいかなといえばちょうどいいかなと思います。ご視聴の方ありがとうございました。また次回見てください。それでは。